皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。レイズオンデートパート2、続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回の実況からかなり時間が経過しておりますが、続きをプレイしていきたいと思います。いますね、神父様依存症の子がずっと気になってるんだけど、ロゼと神父様ってどんな関係なの？神父様のロゼを見る目。僕がそう見られたいのに。どんだけ。キーワード。怪しい男を見つける。ロゼ、急用なのかな？でも今は、ちょっと立て込んでてね、すまないが、後で来てくれるかな？怪しいですね。なんだ。鳴き声が聞こえる。はい。パル、どうかしたのかい？神父様、僕はどうしたらいいんだ？あ、悩める男の子ですね。忘れられない。憎くて仕方ないんだ。パル、復讐は生きる糧になる。けど、このままだと苦しみは終わらない。誰だろう？人物紹介、ファルをファイリングしました。この指、と大人に見せた方がいいよね。指を大人に渡す。さあロゼ、ジェフのことなら私に任せておきなさい。それより、何か用かな？何でもない。心配する必要なんてないんだよ。何か相談があるならいつでもおいで。ああ、カワールさんがいます。ここでちょっといろいろ話を聞いてみましょう。あ、ロゼ、さっきは急に部屋へ押しかけてごめんね。話したことは秘密にしておいて。二人で何こそこそ話してるのよ。なんでもないよ。夜におトイレ行きたくなっちゃったら怖いなって。キャロル、一度寝たら絶対起きないし。ほんとベティは臆病よね。相変わらずですね。ジェフには悪いけど、あまり悲しんでもいられないわ。だって、ここには内臓を抜き取っちゃうサイコパスがいるんだから。ほんと最高。これは何にかけてるんだろう。ベティ、キャロルの前だと性格が違う？その方が楽なの。あー、いろいろあるんだね。何もない。おっと、俺はここに来てまだ1週間くらいなんだけどさ、誰もジェフの死を悲しんでる感じがしなくて違和感を感じるんだ。なんか地に慣れてるっていうか、ここにいるやつどんな生き方してきたんだろう。なんかあった？なんかあれあった？あれ？なんかありません、ね。
あれ？昨日まで、ここに荷物なんてなかったはず。誰かここに泊まるのかな？あー、さっきの子じゃないですかね。と、調べたら。パルって人、まだ中にいるのかな？ノワールさんにちょっと話を。ロゼ、どうしたの？悩み事でもありそうな顔してるわ。昨日の、ね、夜、指を見つけたの。すいません。指を見つけたの。うわ、言えない。指。すいません。グダグダってる。指を見つけたの。誰かの指。すごいものを持ち歩いてるわね。すぐに判断するのは難しいけど、決断されたのは1ヶ月前後ってところかしら。ロゼ、どこでこの指を？客室。この指に、指輪に入っている紋章。この教会の刻印ね。私も詳しく調べてみるわ。ロゼ、気をつけて。なんだか良くないことがこの教会で起こっている気がするわ。あなたをここから連れ出してもいいのだけど。もう少しあなたから信頼されてからにするわ。私はロゼを前から知っているけど、ロゼは私を覚えていないものね。本当はあの時。いえ、何でもないわ。さあもう部屋に行きましょう。神父様からあなたの診察をするよう頼まれてるの。この指は私が預かっておくわ。賢明ですね。っていうか何を言おうとしたんだろう、ノワール。なんだろう。ロゼ、もう起きていいわ。私の病気、良くなってる？そうね、進行自体はすごくゆっくりになってるわ。そう。ロゼが病気じゃなかったら、きっと今のあなたではないし、私もロゼと出会えなかった。病気は悪いことばかりじゃないわ。でもこのままじゃ最後には死んじゃう。私のママがそうだったように。死が終わりではないわ、ロゼ。それにあなたはまだ生きてる。ロゼのお母さんは苦しまずに眠るように亡くなったでしょ？本当に眠ってるみたいだった。だから何度も起こしたの。でも起きなかった。そしたらパパが。ロゼ？パパ。ロゼ、いいの。これ以上思い出さなくても。おっと。かわいい子。純粋で無垢。だからこそあなたのお父さんは。ボンニュイマシェリー。おやすみ、私の愛しい人。ノワール？また変な時間に起きちゃった。ノワール、どこに行っちゃったんだろう。ノワールを探す。どうだろう。おっ、グレック君？ロゼ、こんな時間に何してるんだ？今、キャロルとベティが喧嘩してるみたいでさ。まだ起きてるようなら気をつけろよ。喧嘩？わかった。ところで、ノワール見てない？さっき応接間に入っていったのを見たな。おう、ありがとう。何を喧嘩してるんだろう。キャロルとベティの話し声がしてる。うる、喧嘩してるみたい。これは入っちゃダメだ。鍵がかかってる。エリオットとグレッグが同じ部屋。あの二人、仲良さそうには見えなかったけど、どうなんだろう。
神父様の部屋、鍵がかかってるみたい。声がする。鍵を開けるのはやめておこう。ないっぽいですけどね。あ、いたあったあった。あら、ロゼ、起きてしまったの？起きたらノアールいなかった。ごめんなさい、昼間預かった指について調べてたのよ。指輪を見て。この印はこの教会のマーク、つまり神父のものよ。図書室で読んだカーティス神父のもの？そうね、おそらく前神父カーティスの指だと思うわ。肺から見て切断されて2ヶ月前だと思うけれど、少し調べて分かったのは、生きてる時に切断されたってことは、あー怖い。私はロゼと同じタイミングでこの教会に来たから、事情は知らないけど、言えることはこの教会はおかしいってことね。もう少し教会について調べてみるわ。気をつけてね、ノアール。大丈夫よロゼ、私はずっとあなたと一緒にいるわ、ずっとね。ああ、ロゼ、もう一つ、教会に来てるファルって男の子にも気をつけなさい。ちょうど今客室に泊まっているわ。客室の様子を見に行く。セーブします。ですね。声がする。ファルって人かな。償わせるんだけど、思い出せない。思い出せるのはあの冷たい目だけ。近くに感じるんだ、あいつがいるって。あいつ、もうすぐだ、もうすぐだよリーラ。リーラ、僕の妹。妹、リーラにしたことをあの悪魔にも。あ、なんだろう、なんだろう。誰か探してるみたい。神父様なら何か知っているのかな。ルイスに会いに行く。気づかなかった、座ってた。ロゼ、まだ起きてたのね。私は逃げてきたの、キャロルから。めんどくさい話は嫌いなの。喧嘩してるって言ってましたね。はいぞー。何かよ、悪いけど今は話す気分じゃないの。怒ってますね。すごいお酒臭い。ワインかな。神父様は部屋にいないみたい。神父の部屋いるのだろうか。人の気配がしない。強いワインの匂い、ワインの香りを追う。どこまで繋がってるの。なんか いっぱい繋がってますけど。ここで何、匂いが濃い。ここで何かしてる。火の匂い、ずっと使われてないみたい。何もないよ。ジェフの言った言葉が頭から離れない。選ばれてここにいる。でももうジェフに何も聞かせない。
ゆっくりですいません。ダッシュができません。日替わろうか、バスルームや食堂がある。ここだ。おい神父、ここにいる。おっといた、ここですね。ワインの香りを追うクリア。ロゼ、まだ起きていたのかい？何か聞きたそうな顔をしているね。客室に泊まってるファルって男の人、誰か探しているの？すごく怒っているみたい。彼は今この教会で変わろうとしているんだよ。大丈夫、ロゼは心配する必要はないから。仮にファルが何か問題を起こしたところで、ロゼはきっと大丈夫。君は特別なんだ。他のことは違う。私が特別？おっと。そうだよロゼ、私は探しているんだ、君たちみたいな特別な子たちを。その中でもロゼ、ロゼ、君はとても興味深い。ベティもすごく興味があるみたいでね。ああ、そう考えるとロゼが来てからみんな変わってきてるかな。君は変えるんだよ、他の人を。近い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 。神父様、話して。ああ、すまない。とにかくファル、彼はただ不安定なだけだよ。ロゼは今まで通りで大丈夫だから。それよりもキャロルの方を気にかけてあげなさい。今キャロルは一人ぼっち。そういえば喧嘩したって。さあキャロルの部屋ところへ行ってあげなさい。彼女は今自分の部屋にいるはずだよ。キャロルに会う。いやー神父さん怪しいですね。てか怖い。あら、ロゼ、何よこんな時間に。ベティと喧嘩したって聞いた。どうして？あんた他人に興味があるんだ。まあいいわ。これどう思う？なんだこれ、孤児の日記。パーティス神父がいきなり消えてしまった。新しい神父様はルイスという名前でとても優しかったけど、どんどんみんないなくなるんだ。ルイス神父は引き取り手、新しい親が見つかったと言ってるけど、こんな山奥の教会なんてめったに人なんか来ない。僕は明日ここを出る。引き取り手が見つかったんだ。僕はどこに行くんだろう。本当に新しい家族の元かな。この日記を見つけたってことは、君は何かを感じている人なんじゃないかな。変なことを頼むけど、僕を探してほしい。名前を知らなくても青い髪なんて珍しいから見つかると思うんだ。ルイス神父にも青い髪を褒められていた。僕が元気に新しい家族のもとで幸せそうだったら考えすぎだったよと、この日記を返してほしい。もし僕がそうじゃなかったら。は、なんだろう。孤児の日記をファイリングしました。日記？そう、書いたのは前にいた孤児みたい。次々にいなくなるらしいわ、ここに来た子たちは。すいません、来た子たちは。ジェフがあんなことになったから、これからどうするかベティと話をしたんだけど、まあ意見が合わなかったのよ。キャロルはどうしたいの？簡単な話よ。今ここで死ぬつもりはないわ。あんたもそうなんでしょ。私はここから出ていくわ。行くあてなんてないけどね。もっとひどい状況も知ってるし、まあなんとかなるでしょう。もう話は終わり。出てってもらえる？私は出ていく準備をするから。ロゼって変な子、何考えてるか全然わかんない。っていうか何も考えてない感じ。
でもその方が楽。嘘つかれて隠し事されるよりもずっと。キャロルって変な人。お互いに思ってる。言葉はきついけど悪い人じゃなさそう。ネア悪い子じゃないみたいですよね。眠い。地震？今の揺れは何？おい、ロゼ、いるか？いる。よかった。急いでキャロルの部屋に来てくれ。どういうこと？うっそー。ジェフの時と同じよ。でもキャロルはだいぶ抵抗したみたい。残念だけど犯人の手がかりにつながるような痕跡はないわ。エリオット、グレッグ、あなたたち何か気づかなかった？特に何も。僕も知らないな。キャロルとベティが喧嘩したのは知ってたけど。ベティの姿がないようだね。ベティなら中庭にいましたよ。声をかけても無反応でしたけど。二人も死んでるってのにほっといたのかよ。僕だって何度も声をかけたよ。でもなんか遠く見ちゃってさ、僕なんかいないみたいに扱われたんだよ。二人ともやめなさい。さっき外で大きな揺れがあったね。何日も続く大雨のせいで土砂崩れが起きたんだろう。みんな安全のためにも外には出ないように。キャロルは私の方で埋葬しておくよ。ロゼ、悪いがベティの様子を見てきてくれるかな。ここで光ってたのか。あ、ここで光ってたんだ。まだ神父様とノワールが中にいるみたい。ベティ、中庭にいるって言ったっけ。このままじゃみんないなくなってしまうわね。望み通りの展開ですか、神父様。うわ、なんだこの会話。家族という存在は弱点になり人を弱くする。散々見てきたわ。けどロゼと出会って考えが変わったの。だから神父様、あなたにロゼは渡せない。私たちは他の者とは、私とは違う。違う思考を持っているだけで白い目で見られる。私たちはここにいた方が幸せなんだよ。ロゼもその一人ということは分かってるわ。いいえ、ここにいる全員に言えることかしら。この雨に土砂崩れ、どうせ誰もこの状況で出ていけはしない。キャロルの前だ、よそう。ノワール、検視はもういいからシャワーでも浴びてくるといい。そう、すごい話が聞けましたね。他には、ロゼ、私の部屋血まみれになっちゃった。とりあえずジェフの部屋で過ごすことになったわ。次は私かな。どうしてそう思うの？この中庭、夜になると悲鳴が聞こえるの。この教会は秘密だらけ。そしてここにいる私たちも秘密だらけ。ロゼって病気なんでしょ？しかも治らない、絶対死んじゃう病気。私から見たら、あんまりそう見えないけど。ロゼは怖くないの？よくわからない。でも死にたくないよ。そう、それを聞けて安心したわ。だって、ロゼってなんだか壊れかけのお人形みたいなんだもん。でもきっとここにいるみんな誰かの操り人形なのよね。
どういうこと？秘密を知りたかったら中庭の姫ロゼも聞いてみるといいわ。でも夜には神父様が鍵をかけちゃう。昼間のうちに中庭の鍵を手に入れないと悲鳴は聞けないから。頑張ってね、ロゼ。意味深ですね。悲鳴ってなんだ？神父ルイスか、中庭。言えてない。火を盗む。中庭の鍵を盗みたいと思う。わかってますね。ルイスから鍵を盗む。エンターオアクリックで赤い枠を狙う。ほう、ほう、ほう。お、やった一度で。中庭の鍵を手に入れた。やりました。だねー。神父様油断しすぎ。ロゼ、あまり顔色が良くないみたいだね。ちょっと気取ってるかも。平気。ここ数日の雨で冷え込んでるせいかな。そうだ、ラウンジで温まるといい。落ち着けば、いろいろ思い出せることもあるだろうしね。ラウンジで温まる。ブレック。とりあえず、ロゼが無事でよかったよ。あんな残酷な殺し方、ここは安全じゃない。それに、さっきの揺れ、土砂崩れは起きたって神父様が言ってたな。中も外も危険か。この教会は入り組んだ山の中に立ってる。おまけに外は最悪の天候。それにさっきの揺れで土砂崩れが起きた。何も準備せずに飛び出したら、それこそ自殺するようなもんだけど、ここに至って安全じゃない。じゃあこっそりここから出ていく準備をしてるんだ。うわあ、もう次狙われるぞ、そんなこと言ったら。誰かわかんないけど。お前も考えた方がいいぞ。でばっかり。おっと。ノワール。ノワール？なんで？風呂入った。お、セクシー。あら、鍵かけ忘れたのかしら。ロゼでよかったわ。キャロルの検視が終わったからシャワーを浴びてたの。ノワール、体どうしたの？あ、やっぱりこの傷気になるかしら。込み入った事情というやつね。痛くないの？優しいのね、ロゼ。初めてあなたを見た時から分かっていたけど。私は3日前にノワールを知ったばかり。なんとなくだけど、ノワールはママに似てる。だから、いなくならないで。大丈夫よ、ロゼ。約束したじゃない。ずっと一緒にいるって。さて、そろそろ着替えなくちゃ。また後で会いましょう、シェリー。ロゼは私が守るわ。だから、安心して。シュリー。シュリーですね。シュリーじゃないな。シュリーです。シュリでした。失礼しました。こんなイベントあったんですね。暖炉の火で温まろう。暖かい。お、ロゼ、おいで。ママ、気分はどう？あ、ママ。そうね、とってもいいわ。だって、こうしてロゼを抱きしめられるもの。すいません、うまく言いませんでした。ロゼ。パパだ。ママに紅茶を持って行っておくれ。はい、パパ。おっと、ノワール。なんでだ？どういうことだ？どうしたんだい、ロゼ。あらあら、ロゼ、大丈夫？怪我はない？ノワール。ロゼ、
私はずっとずっと前からあなたの味方。それだけは忘れないで。ロゼ、大丈夫？来てたんだ。あれ？ノワール？夢でも見ていたのかしら？部屋に入ったらロゼが佇んだまま、声をかけても反応ないんだもん。大丈夫？うん。そうだロゼ、ロゼ、ちょっと気になることがあるの。もしよかったら今夜付き合ってくれるかしら。私の泊まってる部屋は東側、廊下をまっすぐ行った先よ。いつもの夜の東側が、すいません、東側は廊下は鍵がかかってて入れなかったと思うわ。私が開けておくから、ロゼの好きなタイミングで来てちょうだい。分かった。で、夜まで、うん、応接間の鍵を手に入れた。わ、なんだ、光ってたから怪しく思ったけど。では時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。